お疲れ様です。今日はですね、こちら LJ ボンバーやっていきます。さあ、こちらねボンバー久しぶりに使っていくんですけど、実は今回の前回の、まあ、一番直近のバランス調整でこのカード強化されてます。はい、かわいそうに誰にも触れられてないんですけど、実は攻撃力がね 3% 上がってますってことで、まあ、ちょっと強化されたボンバーね、どんなものか、まあ、興味ある人いないと思うんですけど、伝わっていこうかなと思います。まあ、ボンバーといえばね、やっぱエレジャイなんでね、まあ、基本的にエレジャイやゴーレムだったり、まあ、大型に入ってくるイメージがあります。他になんか使われることはね、少ないね、少ない。なんかボンバー使うなら、まあそれこそやっぱニコスだとね、ゴブリンだったり、まああとは何、タルババ、ローリングバーバリアン入れたり、まあレイジとか、なんかまあボンバーなんか悪くないんですけどね、悪くないんですけど、まあそんなそんなボンバー使いてーってなるほどいいカードでもないっていう、まあちょうどいいカードですよ、これが本当にちょうどいい強さなんですよ、ボンバーぐらいのね、こんぐらいの強さのカードだけのクラロワがね、昔でした。よいしょ、うっ、はい、ってことで、まあエレジャイミラーなので、てか相手もエレジャイじゃね、これリトプリボールだよ、うい、エレジャイマッチングね。あ、ボンバー地味にいいな、エレジャイの後ろにつけておくだけで相手からしたらだいぶ嫌だと思うんでね。さあ、まあこれは、まあ、エリポン置いてライトニング打たれたら打たれたで1ヤード取れるし、まあ8枚エレジャイ来ても防げるっていう、まあ最強の防衛エリポン。ペペルペペペペパロニーさんね、ご利用したい。まあこれ置いちゃうっていう、でキング起動しちゃって、これライトニングもないんで、お願いガーディアン間に合って、ガーディアン間に合わんから、間に合うと負けるっす。ちなみに、あー、まあギリギリ許せる。でこのぼちぼちボンバー、いやぼちぼちさ、火力3パー上がってます。これちなみにわかりますかね3% 火力上がってますよ。あの大砲いねえのな、これ俺視点、大砲なければねエレジャイ、まあ、出し毒ではあるんですけど、やっぱ大砲にアド取られちゃうんで、まあこの辺からこっからっすからね、守れるかな。まあリトブリで頑張って守ろう。いや、これだいぶいいカウンターとかない。いや、まあ許容して、いや、だいぶいいカウンタープランはね、ちょっとある。まあ、何を、え、進化ナイトがぶっ刺され的な？いやー、相手のあのリトプリの位置がうますぎんな。いや、でも、エレジェは入ってる。てかリトプリこれ結構入りそうじゃね？え、てか大砲使ったらさ、これどうやって守んの？もう一回おかわりあるよ、しかも。ミラーがあるんだよ、俺。いや、守りで使うか、これ。なんか折れそうだよな、折れそうなので、いや守る、音が攻め攻めというか、もうガン無視はしまい。あー、大砲が強いが、もうボーラーも裂いてるんで、イケイケどんどんのガーディアンまで召喚して、よいしょからの、いや頑張れそう、強い、なんもない、なんもないけど、やばいやばい、待って、なんか無視できそうにないボーラーがいたからの、もう一回エレジャイ大砲使ってくんね。リトプリだけで抑えられるのはね、おまずいのよ、おまずいよねエンドチンパン大事で、進化ナイトもある。この進化ナイトちょっといいな、俺削れないんですよね、問題はこっから。ボンバーちょっといい、え、ボンバーがエレジャイ溶かしてる。え、なんか意外と溶かすの早くないですか、もともと。これなんかやばい、なんか30秒これ耐えれる俺結構限界なんだけど、
いや、戦略的防衛リボン。いや、でかすぎるこの防衛リボン。からの戦略的ミラーボンバー。守れば勝ち、ちなみに。多分。ボーラーの石が入らなければ。さあ、それでダメージ稼いで、ダブルボンバー。おいやん、危ねえ。さあ、エリポンのおかげですね。まあ、ボンバーも、まあ、軽く気づけないけどね、わかんないけど、わかんないな。サンパー上がってさ、何が倒せるようになるんだろうね。何がどう変わるんだろう、防衛で。わかんなさすぎて。だから、もともと使ってないカードだしね。もともと使ってないし、変更サンパーって薄いし、しかもボンバーとかってそんなもともとさ、火力があるわけじゃないやん。そのうちのサンパーって考えたらもう、ねえようなもん。もう、もっとやってよかった。8% ぐらいやってもまあ、ギリ許せた。あ、これやばいっすね。なんか、射抜かれてんな。あ、こういうのを、終わりです。あー、これグッドゲームの死んだふり作戦のボンバーで耐える。いや、マジボンバー地味に強いですよ、こういうの。まあ、ミラーする必要あったのかどうかっていう。全然アーチャー見てなかったわ。いや、ボンバーミラーマジでいらない。本当に弱いぞこいつ。ペッカか。ペッカのことなんか考えてねえから陸いねえっすよね。スケとかゴブリンがピッカーのこと考えてないもんな、マジ。うわー。まあまあ。一本ぐらい半ですわね。うわー、これ美味しいな。これ相手の負け筋踏んじゃってますよ。エリポンドッグショパーティー。まあ、エレジャー行きたいけど、まずはエリクサーポンプね。いや、これ、LSP が好きだったらまた話変わるんだけどな。よいしょ。よしよし。まあ、痛いっすけどね。痛すぎんな。エルジェイ溶けすぎだろ。ほんまかい。そんなに溶けるの？うわ、出てくれないそれ。やばい、ボンビーが。ボンバー弱っ。嘘だろ。嘘だろ。うわー、てかこれ、ピッカプラスのリトプリまでおるけんさ。いよね。いや、右に一回フェイクエレジャー行きたいんですけどね。そんな余裕もないよ。で、嘘やん。いや、これマジで超ギリ間に合うプランない。え、マジであれですね。え、ってこれ間に合うくね。一本落ちます。まあ、でも苦しいんですけどね。やべ、これはミスった。いや、でもこれ、このエレジャーにペッカもう一回出してくんねえかな。いやー、それ強っ。あ、待って、シンカーチャー射程長っ。嘘やん。いやー、また一回耐えれる。このポイズン削りじわじわくんな。いや、ミラーエレジャーあるんですよ俺。諦めるな。ミラーエレジャー、マジで。いや、これポイズン耐えるっすよ。多分ポイズアップ耐えるくね。耐えないんかな。いや、だから次のポイズアップか。うわー、はいや、回転。うん。奇跡的にない？ザップ、こっちに打っちゃうとかない？気持ちいいだろうな、そのザップ。うわー、なんか、なんで負けた？なんか、ボンバー、ゴブリンにしていいかな。絶対ゴブリンだったら勝ってた。気がする。何が変わったんだろう、ほんまに。教えてくれ、誰か。
お、待って、でも親衛隊にはさ強くないっていう、親衛隊ぐらいだろボンバーが活躍できるの。これで活躍できなかったらもう無理。延命したいね。いやめっちゃ、え、ボンが、うちのボンが、うちのボンちょっと優秀なんすわ。さ、親衛隊にはさすがに強いでしょう。あの、まあ、走られたらさ結局盾いるもんね。どうなんだ。さて、親衛隊つけたら、おお、まあ親衛隊バランスね、取りとりますね。なんかだいぶ高いな。嫌な位置のトリトンが来ちゃったが、これあのトレン使ったんで、まあややピンチかな。ややピンチだけど回せるか。これ回転早いぞ。ガーディアン来る。LSP リセット、トルネが回ります。さあこれ強いです。で雪玉がワンチャン来ないですが、ボンバーがいます。まあこれは勝ちたいマッチっすよね。親衛隊もあるんでしょ、まあ、親衛隊これ死んできたらまあ終わんな。これ結構苦しいです。あら、ボンバーいる。マジでお前が救ってくれこのピンチを。ボンバー頑張れ、マジでお前の活躍できるとこここしかない。う、まあ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 、いや全然こっから戦えるんですよ。相手ね、エリクサーポンプきついんですよね。ちなみに置いちゃおう。でもうリトプリ出してトルネトルネあります。トルネトルネあればマジで守れるよ。そんなことする余裕あるか。それにトルネでいい、一発入っちゃうね。いや、サービスサービス、一発ぐらいね、一発ぐらいやってからの。え、これ共有できるもんね多分。からの、え、マジで勝つっすよこっから。余裕か、これリトプリされたら守れないやんと思うやん。え、マジでそう。なんかきつくね全然きつくね。ボンバートリトン縛いてほしい。ボンバー柳雨とか耐えないんかな、いつか盾の戦士みたいに。いや、ちょっといいリトプリしたか。え、持って、え、レベル12やん、しかもあいつ、え、持ってきさせる、なんなら進化ないとか。また重いか、横取りか。おい、 LSP でした。おい、怖え怖え。いやー、まあボンバー、まあ、矢で飛ぶからボン使うならアーチャーでいいや。アーチャーでいいな、アーチャーでいいな、セパレートできるしな。ボンバーも進化とかしたら影分身の術つって2体とか出てこない、めっちゃ強くね。爆弾が超でかくなるとか、範囲広くなるとかね。もうなんかボンバーぐらいだったら無限の可能性があるの、進化さえしてしまえば。ステータスアップがまああってもなくても強そう。ちょっと進化が楽しみなカードではある。さあナイトフェニってことは、まあロイジャイバルーン、まあゴーレム、いやファイーボ来たのかな。え、これ生まれる？パッカン？さあ来ない。まあファイーボ作っとんで。エリポンタイムですやん。いやなんかめっちゃ来るけど、これエリアがすごいっすよ俺。ちなみにファイーボザップまで打ってるからね、俺の3コストのリトプリに。ボンバーで地味射程で頑張れ、お願い負けんな。あ、
あ、リトプリを3発でやれるみたいな。やれないんだ。リトプリ3発でやれたらちょっとボンバー優秀だけどね。残るなら意味ないや。さあ、相手のデッキ何これ。ナイトダックプリ、ファイザップっていうのは珍しいね。スパーキーかこれ。いや、スパーキーやな。いや、SPR のデカ。いや、スパーキーっぽいけどね。でも、LJ、そしたら、ダシゾンか？いや、わかんないっすね。ちょっと待って。相手の敵なんだろう。お散歩して。メガニートでした。こんにちは。ファイボザップってことはよ。ボンバツです。暇だし。暇だし、エリジェイ出してこいや。で、エリジェイ出してこいや。よしよし。からの、このエリジェイの後ろにいる一体のボンバーが超いいみたいなのがあるよね。シンカナイト添えちゃって。いや、相手もシンカナイト取んのか。ちょっとやばいか、これ。踏んでくるね。踏んで来られちゃう。なんか、えぐいカウンター来そうなんで。えぐいカウント来んな、これ。これ止まる？いや、さすがにね。ボンバーいるしょ。いや、このね、なんか、ちょうどいい。このボンバーがマジでちょうどいい。ニコスです、ちなみに。範囲もね、あるしね。よしよしよし。いや、無限に、エレジェイ垂れ流してるだけ。この垂れ流しが重要。左が結構入る。うん、吸ってもいいな、さすがにこれは。で、LJ で溶ける。なんか相手はもう、この陸の突進で頑張っちゃおうかな、デッキですよね。これ、8枚目が来ても近畿できる。LSP ボンバー。これ、買ってくれこれ。いけ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 。今、環境でもな、LJ 強いですからね、普通に。壊れだろっていう。緊急火砲欲しいぐらいにはマジ強いんでね。いやー、これなんか程よくね、ボンバーついて2コスついてるだけなのに、なんか相手してマジできつそう。でもまた2コスなんですよ。2コスなのがいい。3コス4コスだとね、だいぶちょっと重いかなみたいな。2コスでいいんすよ、 LJ の後ろはね。いや、外役すぎんな、この出来。もしかしたら全然ボンバーじゃないもんな、メイン。エリポンエリジェイだからな。影で支えてくれてます。ボンバーくん。だいぶね、目立ってはないですけどね。こいつのおかげで守れてるみたいなとこある。ボン。まあ、相手もびっくりだろうな。ボンバーですって。この時代にボンバーいんのか、つって。ついでで処されちまうかな。あー、さあ、ボーラーの転がってる石で気づいたらボンバーやられちゃうっすからね。エレジャイ対決っすね。まあ、エレジャイ最強だもんな、本当に。出しときゃ強いかんな、こいつ。いや、タゲ変わんの強すぎ。いやー、まあまあまあ、これ、ボンぐらい添い取ってもよかったな。これ、添えてるか添えてないかでね、すぐ変わると思うんですよね。さあ、エレジャイ対決。いやー、なんとも言えないが、一旦置いとくか。殴んなよ。俺のエリポンに。さあ、ライト打ってくる。からの、ボーラーが嫌っすよね。まあ、トルネもあるんだね。トルネか。しかないか。てか、俺がトルネ使って耐えながらの。まあ、問題はマジで、攻めをどうやって通すかで、まあ、相手大砲あるんで、もうエリポンっすね。エリポンだけで勝ちたい。一応スキル使っとくか。ナイトしばけたら、上出来。よしよしよし。これぐらいだったら無理しできると思うんで。エリポンこれ、後ろに置くか前に置くかすげえ悩むな。いやー、これ
端前よりじゃさすがに来ないでしょ。祈り。まあ、来ても、もう一回リポンか。いやー、これでかい。よしよしよし、このエリアドで勝つんだ、私は。まあ、ボンバーマジで、ついでのトルネでどっか行っちゃうんで、たぶん。下げて、LSP リセットして、いや、ちょっといいボールして、でも、ボーラーで結局行かれちゃうんだね。ポッチです。あっちにボーラーを裂くんで、からの、うわ、これ2周目リジャー行きたいんですけどね。どうなの？うわー、なんか、俺の思ってるとは、思ってたんと違うけど、まあいいか。だいぶ刺さっている。あの台風ちょっと邪魔だな。この辺で壊せん？壊せるね。え、そライトニング打ったらさ、いや止まるかこれ。そのなんか残り物のエリクサたまんだ。まだオッケー。え、めっちゃいいこれ。でこのニコスボンバーね、ニコスのボン頑張れよ。もっと勝てんだな、だいぶ。いやからのこれもまたエリチャー受けできるんですよ。うわ、ボンバーついででまたついでで行かれんのか。お前かわいそすぎるってこれ。嘘だろ。ボンバー嘘だろ、マジで本当にかわいそうなんだけど。太鼓使う。いやー、一応ダメージ勝ってるけど、ライトニング、ライトニング恐ろしすぎん。やべ、やっちゃった、やっちゃった。うわー、これ怪しいな、このダメージさ。そっちに攻撃すんの、お前。うん、マジでライト。怖すぎる。いや、行くしかなくて、でも。私は、行くしかなくて。右のが削れるドッキリね。クラロあるある。で、ボンバー削ったら行かれる。いやー。これマジでトルネで削っとかんといけんかな。そんなことまで考えんといけないかな。いや、マジで来た。端前ボーラー削りだ。いや、俺は時間稼ぐプロや。よし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 。あぶねー、怖すぎる。怖すぎる。いやー、やだな、LJ 対決。まあでも LJ の後ろのボンバーちょっといいんだよな。ちょっといい、マジで。ちょっとだけ。さあ、よろしく。ネクストエリポーン。置くか、これ。ボンバー捨てます。いってらっしゃい。ガゴ。ガゴ、やっすね。まあ、バルーン系、ラバ系、ジャイスキラ。まあ、ジャイスキラっぽいかな。ジャイスキラ、守れるかな、このデッキ。てか、相手も守れない説ある。俺のデッキを。いや、そうっすね。多分、お互い、守るの嫌よ、嫌よ、みたいな感じだと思うんで。いや、強い。これをエレジャイで受けちゃえば、みたいな。で、これ、これ使えないんだ。マジ？なんか使えたくない？使えなかったっけ？使えなかったんだっけ？なんかできなくなったのか。ユニットチャンピオンミラーできなくなったんか。そうだ、前それができたの強すぎたな。エレジャイリトルプリンスエレジャイができたん、昔は。そっか、できなくなってましたね。すごいことしようとしてた今。いやー、エリポン置きたいな。置いたすぐが怖すぎて。まあ、リトプリエレスピ
気合で守る。逆なんかい。いやこれガゴに竹いくっしょ。いやこれ美味しい。いやーこれはねいいね。トルネで剥がしてね。からの、いやこれ何でもできるくない、もう行ってもいいし、行かずにゆっくりプランもある。まあ相手はハシマイジャイガゴスケラーをやりたいと思うんですよ。またまたやりたい顔してるよね。俺は頑張って守る。いやマジ手が暇すぎ。相手のリトプリに勝てないんでね。あのアーチャーだけどうにか、あのアーチャーだけ。うーガゴが強え。いやーこの相手ねうまいな。ガゴが強えんですよクラロワって。実はユキもうまい。うん、いやリトプリ強えな。シンクアーチャーも強えな。そこで止まっちゃうのがね良くないっすよね。マジ守れないこれ。来るよね。警戒しといてよかった。いやーまあまあいいんじゃない。耐えることにね意味があるんでね。だいぶこれステイレジャイですからのリトプリを使わして右です。本命はもうこれでシンカーチやめて、スケラも打たないで、何もしないで。これで止まったら負けです。でも止まんないんじゃないですかお兄さん。リトプリが入るのだけ怖い。ガーディオン、エレジャイが強いのよ。フィジカルが、フィジカルが、いや12レベルとかになったね。体力お化けさあ、なんかすげえ名前の人な。天使的天使様よろしく。ナイト裂いて、ボンバーも置いて、エリポンを置いていきたいですね。さあ、リトルプリンス。まあ、この辺はもうね、当たり前なんでね、もう今の環境。ケツリトプリ。トルネで引っこ抜いてもいいが、あー。まあ、タルってことは、まあ、エリポン、ゴレ、エレジャイ。同じような感じっすよね。まずエリポン置いて、うーい。エリポンゴレイっすね。いやこれゴーレムのさ相手の後衛がさ分かんないのが嫌なんですよね。ライドラとかこれもう無理じゃん。なので攻めまーす。これトルネトルネのさ美しい世界線も見えたりしねえかな。1枚でいけたかな。いやこれいらんかったか。これやりたかっただけかな、さすがに。いやーマジで1枚でいけた説あったな。キーワードいいけど、まあエリアドはある。でもエリアドしかない。いやーでもそうだね、相手もエリポンあるもんね。で何ババか。まあまあナイトだったらよかったけど、ババだのーちょいカマチョだな。ババアか。リトプリのパターンもある。よしよし、ボンボボンボボ、お前は頑張れる。ねえ、なんか疲れんの嫌なんだよね。もう一回いっちゃう。正直一時交換でいい。一時交換させてくんない感じ。リトプリの射程長すぎだろ。
え、ボーエリボン強ない？一回落ち着いて。いや、強っ。ボンバーめっちゃ頑張ってんだけど。え？熱すぎるこの流れ。どう考えてももう勝ち確のトルネードきた。からのおかわりもあるよ。いや、マジおかわりいきたい。え、これもう、なんもないやん、今の。僕、5コストですのバーバリアなんで、もういじめて、いじめて、いじめてあげて。オーケー、ナイスダンシング。リポンゴレね、ヒーラーババちょっと嫌だったけど、なんか攻めまくったらよかったね。ノバエビ、あージャイスキラ的な、全然違ったらあれだけど、よろしく。おい、おいしいんじゃないこのホグは。あー、でもホグだと多分クイックを持ってんすよね。そうなるとエリポンが輝かないんですけど、最近ね、あれなんですよね、意外とポイズンが流行ってるんですよ。ホグポイズンだから、ポイズンであれ、はあ、そんな気はした。お金気ミスってるでげー。さあ、まあ高回転ホグね、クエイク、まあ、ロケコかな。そうしたらロケコやだな、即引っ張りするけど。デリバリーのカオスね、これは。え、キョスケでした。いや、ここでキョスケしばけんのはちょっと美味しくて、キョスケってことはお姫様だ、あちゃ食いだってことは、まあ大砲かボムがあって、いや、ここマジミラーエリジェイで突っ張りたいけどな。いや、これミラーエリジェイ施設あったな。うん、強すぎる。これもったいないことしたな、ちょっと。こっからの突破が、だいぶ鬼ではあるが、意外と何も考えずに行った方がいいみたいな。まあ、あちゃ食いならちょっと助かったな、ロケコより。デリバリーもないっすからね。あー、それマジで。本当に強いかな。進化すけ。強すぎて困る。ミラーもバレたらさ、ガンイモでなんか相手の場に巨スケが4、5体溜まるっていう、それだけやめてほしい。入れない方がいいから。入れてもよかった。ちょっと熱くない、熱くないかな、これ。ナイト歩いて、なんかすごいことなってる、マジでいっぱいいる。あちゃくいなんで生きてんの。まあ、いや頑張れそうだけどな、これ。いけない、無理やり大砲回してくるやん。回してくるよね、そうよね。え、ってことはさ、これが刺さるみたいな。え、マジで結構ゴッツプラン来てる。で、あれは守れない。いやマジそれやばい、それだけマジ本当に。オッケー、え、進化スケサボった、でかすぎる。いや、これ端前エリジャイでよかったな。アンデリートプリ、まあいいか。え、ぶっ刺さるよ、気をつけ、間に合おう。おい、マジかよ。LJ ゴリラすぎんだろ。それが気持ちいいよ。さあ、チャンピオンでもいらっしゃい。さあ、というわけで強化されたボンバーね、まあ、強かったけどね、
強かったけど別に今までとそんな変わらんやんっていう感じですね。まあでも LJ とのね、組み合わせは結構優秀だと思うんで、ぜひ LJ ボンバーも皆さんやってみてください。ちゃんと声がお願いしますと。お疲れ様あたり。